ャレンジカップ決勝。バッターボックスは6番福浦。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーインサイド落ちました。ショートを取った。一塁アウト、スリーアウトです。打席には1バッター浅村。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。次が2球目、引っ張った、サード取った、一塁送球アウト、ツーアウト。小宮山さん、ここはピッチャー9回も続投ですね。そうですね、もうベンチとしたら最後までという形でしょうね。そうですよね。インコース決めてきた、大きく外しています。4球目は何で来るか、スライダーが決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。引っ張った、近藤アウト、ワンアウトです。2番バッター福田、今日は3打席全て三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、源田、タッチはアウト、これで2アウト。打席には3番バッター角中、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。インコース詰まりました、内野フライ掴んでアウト、これで3アウト。この瞬間試合が終わりました。